こんにちは、無双県の山本です。赤金流建築所お話ししたいと思います。よろしくお願いします。えー、またちょっと先に少しだけ赤金流を読読んでみますんで、赤、え、金、ー、がですね、あのまあ怖くオシというオシにあの。 全学のことを習うわけなんですけどそこのところですねえー、進化系流で出会ったんですけどもしかるに戦士全学を好みて諸禅寺に史論を授けられる中んづく 東福寺の隠居に古墳和尚という知識がありこの禅事に必死と帰営してこれ本則十二三則っていうんですかね実賛を遂げ全額の意味より伺う時はまあそこなんですよね。 全額、えー、の意味より伺う時と,ということなんですけど実はそのこのあちょっとその後にですね少しと飛んだところなんですけどえー、えまああの品々の畜生働きを学び 最も向上に言わんとて夢中に神に告げられたのあるいは山ごもりして天狗の送電を得たりなどと言いなしてというようなそれ,それではないというようなことを書いたんですよ。つまりですね、えー、普通あの、うん、武術をやっていてですね 何か精神的なものを得たいなと思うとですね、えー、滝に打たれたり断食をしたり、えーま、肉体魚ですよねあと写経、ま、をしてみたりお経を唱えてみたりあと何ですかまあ赤さんじゃないですけども。 まあ前ですよね瞑想だったりしてええー、ということを考えられると思うんですがところが、えー、そこがちょっと難しいところでそうそうでないようなことが書いてあるんですよね今読んだところあたりですね。 えー、もちろん関与さんはあの怖学保証から全額の意味より伺う時はというふうに書いてるんですよねつまり心の中の合点がいった時ということだと思うんですよちょっと冷静に考えてみますとあの私どもの会においでになる方で若い人でも あの例えば体術,術のやってらっしゃる方とかで、えー、話してみるとですね座禅やったりあの瞑想をしたりあと時には滝に打たれもしたとかいうお話をよく聞くんですよね。そしてですねそれから心の件に到達するのは。 ちょっと難しいということみたいなんですよ。<laughs> えー、そういう方がなかなかいらっしゃらないといいますか。だけどそれがいいんじゃないかと思いましてやるということになると思うんですよ。で、無駄ではないとは思うんですけど、えー、もうちょっと角度が違うのかもしれないというか、えー、このセギさんもあの、 全額の意味より伺う時はっていうことなんで心のことを習っておそらく心の合点が行くところまで行ったと思うんですよ。でないと合点が行くところっていうのはもうあの何回もお話に出てくるあの赤子に帰れとか逆の言い方をすれば君子のような状態になった時。 えー、ということなんであのこんな話も聞いたことあるんですよね。えー、おいでになった方で、まあ、あの催眠術ですかとか自己催眠術ですかとか <laughs> あのまあそうでないとも言えないんですけどあの本当になった時なんで本当にその。 この,この世界というのはあの自己催眠ではある程度自己催眠だとその方も多分その質問されてる方も何回も試してるんじゃないかと思うんですよ。あのそういう状態になるような自己催眠をかけてるんじゃないかと思うんですけどなかなかならないということはですねもっともうちょっと先なんだろうなもうちょっと先にあるんだと。 もうちょっとですね先であるんだろうなということだと思うんですね。えー、本心が自分の持っている本当の心がその赤子の心とか君子の心に本当に本当に近づいた時黙っていても、うん、何か反応が出るもんですよね。 あのうまくいかなくてもそこまでいけばそのうまくいかなくてもっていうのはですね当然あの例えば剣を持ったことないとかえやったことないとなるとやはりそのそんなに例えば機械で言えばうまく動く機械でないみたいなもんですから動くことは動くと思うんですけど えー、全くその心の剣の状態になっている方と同じようになるとは説明してないんですよね石油上でも。ですからまあそのことを剣なら剣をやられてやられてっていうのは心の中のガテンがいって。 ガテンガ行きながらたあまあそこが稽古だと思うんですけど段階がありますんで、まあ、最初無,、うん、無双剣いきなりというのはなかなか難しいもんですから明鏡止水あたりからえ無双剣が出だ,し出だすと思いますけど出だしましたら今度まあ確率を上げていくということですよね。 まあ稽古を重ねていくとだんだん確信に至っていきますんでそちらの方向だと思うんですけどもそれには落ち着いてやっぱりあの、まあ、前乗してみるとかそういうのは非常にいいことだと思うんですよねあの心の中を確認するということでそしてこのことはつまりもうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど このの言といますか、その心の剣のことは当然、えー、お相手でがどうのこうのではないんですよね。つまり自分の心の中に原因と結果もあるということでそれをですねお相手がどう動いたとかどう来るからどうしようかということの方向にするとなかなか心の。 探求の方に行かないもんですからですからちょっと落ち着いていただいてですねあまりどん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 やらなくても大丈夫なんでどん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 というのはもう瞑想もやって滝に打たれて山ごもりもして断食もしてお経も上げて写経もやっててまあ思いつくこと全部どんどんやらなくてもですね静かに赤ん坊の頃に戻るためには。 10歳の頃どうだったかなとか5歳の頃ど,どんなだったかとか4歳の頃3歳の頃はとか思い出すところだけ、まあ、思い出してみるんですよね。そして無邪気だった子どもの時の心に返ってみるというのが近いようなんですよ。ではまたお会いいたします。